お疲れ様です。銭形平次はルパン三世だったという疑惑ですけども、疑惑が晴れました。問い合わせをしたところね、返信が来たんですよ。出金申請をするとこのドルがね、自動的に USDT に変わって、でマイページ上に反映されるそうなんですよ。だから暗号資産のところをクリックして USDT のところをクリックすると、ここに反映されてるそうですね。あ、下に 95USDT って入ってますね。はい、ということで受け取ることができたんですけども、このウォレットからね、暗号通貨の取引所、ここに移動して日本の銀行に入れるっていう段取りなんですけども、これがめんどくさい。というのがね、日本国内に USDT を着金させる仮想通貨取引所ってないんですよ。ないんですよ。 USDT って超マイナーコインなんですよ。だからこの USDT をなんとかしてどっかの海外の取引所でビットコインとかにして、そのビットコインを日本の取引所に送ってくるみたいなことがかかるんで、もう厄介ですよ。でも取り出せることは取り出せるんで、早く取り出せないとこのゼニオっていうね、このウォレットが飛んじゃうと、この95ドルすら取り出せなくなっちゃうんで、早く対処しないといけないかなというところですね。で、あとはこの QR コード送金するっていうのがあるんで、QR コードを読み込むね、送金する、だから受け取り用の仮想通貨取引所とかなんかのウォレットを手に入れたら、でそこの受け取り用の QR コードをコピーしてここに貼り付けて 95USDT っていう風にして送るみたいなことができますね。でここでも手数料取られるんですよ。何これ。じゃあ95って打つでしょ、例えばね、手数料確認、手数料かかるんですよ。もうなんか踏んだり蹴ったりですね。まあでも本当手数料で泣かされますよ。税金でも泣かされますよ。そういうことです。仮想通貨の取引ってのは儲かっても儲からないというね、そんなオチでございました。一番のルパンは国でした。